ただいまご紹介いただきました美少大学名誉教授の金子でございます。どうぞよろしくお願いします。で今開会の辞でありましたようにですね、10年かけてですね、この晴山の皆さんが大変の気になられてですね、そしてこの小牧それから中尾の皆さんと一緒に今日の大変素敵なですね、平和の集いを開いていただいてどうもありがとうございます。参加させていただいて大変光栄に思っております。でただいま皆さんと一緒に黙祷しましたんですけれども、ロシア連邦のプーチン大統領政権がですね、ウクライナを侵略戦争を行いました。そして21世紀の特色と言えるんですけれども、ロシアに味方して誰もロシアと一緒にウクライナを攻める国もないんですね。それから逆にウクライナに味方してウクライナと一緒にロシアと戦争する国もない。これは21世紀になって初めてこういう現象なんですね。アメリカはイラクを戦争した時はイギリスだって、ドイツ、みんな NATO が戦争したでしょ。けれども今回 NATO も戦争しない。これなんだ。やっぱりこれはね、世界のですね、平和を愛する民衆が力を合わせてこの侵略戦争は許さないというものすごい強固なんですね、意思を表明していることによってこういう事態が生まれているのではない、今日までなんですね。でもしこういうふうにしてですね、経済戦争でロシアの侵略をやめて戦争が終わったら、21世紀のですね、私たちの平和の理論はもっともっと発展できるという、まあ、そういう意味でものすごいですね、大きな意味を持っているこの戦争であるわけですね。そして武力を使わないで平和の力で、経済戦争を含むですね、平和の力でこれから世の中の紛争を解決していくという一つのですね、テストケースになるという、そういう戦争でもあるわけで、で何としてもですね、私たちの平和の力でこの戦争を早く終わらせることができるように皆さんと一緒に頑張りたいと思っています。今日はそういうことを踏まえましてですね、じゃあ日本は一体これからどうなるんだということのお話をさせていただきます。それが岸田政権による改憲と大分化、戦争の前の始まりということになる。で皆さんのお手元にですね、私の手書きのレジュメとそれから大きい A さんのですね、この資料を事務局の方に大変ご面倒をおかけしましたけれども用意させていただきました。でこの資料はお話の中でですね、皆さんここを見てくださいという時にご覧いただきたいと思いますけれども、この皆さんのお手元にあります B4 のレジュメに従ってですね、これからお話をさせていただきます。初めにでロシア政権、ロシア連邦、正式な名前はロシア連邦、ロシア連邦のプーチン大統領政権によるこのウクライナ侵略戦争が行われましてですね、で現在メディアの報道によれば学校、病院、それから劇場、原発施設への爆撃が行われ、そして民間人の虐殺、性暴力、子どもの殺害、略奪、それからロシアは世界で最もたくさん核兵器を持っている。俺の国を襲ったら核でお前の国を滅ぼすぞという核恫喝まで行われるというですね、状況が生まれております。そして皆さんのお手元にありますですね、後ろの方、資料のですね、資料の10のところにですね、核原発施設への人類初の原発施設への攻撃が行われたという資料がありますね。それから資料11はですね、子どもや女性や性暴力が行われ、いろんな人が殺されているというデータがあります。
そしてウクライナの発表とロシアの発表、みんなお互いがこの、ね、あの相反すること言ってますけど、こういうの状況。じゃあ最後、12ページのところにありますようにですね、この民間人の殺害や性暴力、子供や目から略奪が行われているという、まあ、こういうような状況がこの今、私たちがテレビや SNS 等々で見ることができる。でこのですね、事態が起きたときに日本でですね、広島、長崎、ビキニの核兵器の世界 初のですね、核兵器被害を受けた国の政治家はもう一回日本にですね、アメリカの核兵器を持ち込んで、で核を使うことができるようにしようという議論をですね、始めた。これが2ページのところのですね、この核共有、ニュークリアというのは核兵器です。で共有はシェア、ね、皆さん今シェアというのは払ってますよね。一緒になってテレビでも出てるでしょ、一緒になってすんでわいわいやるし、で核兵器共有論、それから核兵器共有論をやるためには非核三原則が邪魔だから、これも取っ払ってしまうという理論が生まれてるわけですね。で核共有論というのはどういうことかというと、このアメリカの核兵器を日本にもできて、で使うときはアメリカが核兵器を使うときは日本も一緒になって使おうという、核兵器を使おうという理論ですね。だから非核三原則というのはですね、これは沖縄が日本にですね帰ってくるときに、この沖縄には米軍の核兵器があったわけです。すると沖縄が帰ってくるとアメリカの核兵器も日本に持ち込まれるから、という反対運動が起きたときに、あの今の安倍さんの母方のおじいさん岸信介ですね、岸信介の弟佐藤栄作っていう、で岸信介、佐藤栄作、安倍晋三なんて安倍一族で悪いことやってるわけですけども、でその佐藤栄作っていう人が沖縄返還の時にですね、核兵器を作らず持たず持ち込ませるっていう原則で、これで沖縄を変えて安心ですよと言った。でこの核兵器を作らず持たず持ち込ませずを佐藤内閣総理大臣が政策提起したときに、衆議院でですね、1971年11月24日、衆議院本会議で非核三原則を決議しているということは日本のですね、この方針になったわけですね。で、この非核三原則を崩さないと核兵器、日本に持ち込む核共有できないというところがある。だから従って、この安倍さんも、これから日本維新の会も、核共有をやるためには非核三原則をこの取っ払おうと、まあ、こういう動きを出ているということになるわけですね。で具体的に2ページの A のところですけど、まず一番口に切ったのは安倍晋三元総理大臣で今安倍派の親分ですけれども、2022年2月19日のフジテレビだって、フジテレビというのは産経新聞と一緒でですね、この日本の国をどうしたら戦争できる国にするかということばかりやってる、放送局なんですね。そしてもう一つ、このフジテレビのですね、クイズ番組はみんな東大、京大、早慶、早稲田以外の人間はみんなダメだという、そういうクイズ番組ばかりしてる。知ってるから、知ってますからね。え、東大、京大、早稲田、慶応、まあ青山学院オリあのマラソンで強いから入れるぐらいで、あとの、ね、人間はどんもう危ない人間だからこんなものダメだという、そういうクイズ番組ばかりやってる、そういう番組なんですよ。でこのフジテレビでの系列 この日曜朝7時50分からという、7時30分から誰が見てるか分かりませんけど、このザ・プライムというですね、あの番組で、そこに出た大阪市長の橋本徹というですね、これまたこの戦争には性暴力がつきものだから、売春法、従軍慰安婦を作らなきゃいけないということを言って大臣職を買った橋本徹っていうのが、今どうやって知らんけどもテレビで出てるんですね。でそういう男と一緒に共謀してですね、いや日本も核協議やらなきゃいけないということを言った。そして安倍さんがそういうことを言うと、安倍さんのおかげでこの総裁選挙の立候補できた、それから今政調会長やってる高市早苗さんという女性がいるんですね。で大体なんでか自民党の中の総理大臣になる女性っていうのは最も悪いことばかりやる人なんですけど、高市早苗とか勝
片山さつきとかなんかっていうのはね、いやちょっとそういうこと言って怒られちゃうんですけど、まあ、この高市さんね、自民党の政調会長の人がですね、記者会見で、それから国民民主党の玉木雄一の人の記者会見で、いや、もう非核三原則なんて取っ払いましょう、それから2020年の3月3日にですね、ひな祭り、女性のお祭りの日で、ひな祭りの日にですね、この日本維新の会の藤田幹事長は外務省を訪れて、核共有の議論を始めようということを申し入れするということです。ね、そして日本維新の会の松井一郎代表は、この2月28日の記者会見で、非核三原則なんて昭和の価値観だから、もう令和の時代には古いよなんてことも言ってるんで、この核を煽るという、まあ、そういうようなことまで起きてしまっているということになるわけです。ね、そしてこのウクライナのですね、今悲惨な状況を見るときにですね、で日本もひょっとしたら、2027年にもし自民党政権が続いてたら、また同じようなことを中国でやるかもわからない、そういうことも考えなきゃいけない。なぜかというと、このバイデン大統領政権は2027年に中国が台湾に侵攻するかもわからない、その時に中国は台湾を守るために米中戦争をやるということを前提条件にして今外交政策をやってるんです。だから今バイデン大統領政権は中国と戦争する準備をしてるんですね。その時にロシアのプーチンが変なことやったからこんちくしょうと思って誰の話してるんです。そして日本は日米安保条約があるわけですから、アメリカが戦争すれば日本も参加しなきゃいけない。だから岸田内閣総理大臣は就任する前から、俺が総理大臣になったら憲法9条を改正して自衛隊を日本軍にするための改憲を行う、それから今の戦争をやるためには今の軍事費じゃ足りないから今の軍事費の2倍にするという大軍拡を言っている。これが今岸田会見の言う改憲と大軍拡のですね、根拠になるわけですね。そして岸田総理大臣はですね、この自民党の派閥の中ではですね、このちょびっとだけ平和的な派閥、これがこの吉田茂の系列で宏池会という派閥 の、 この特色なんですね。で宏池会に所属してるから俺はハト派だ、しかも俺は広島出身だからハト派だと言いながら、ハト派のふりをして可愛いふりしてやるって、あの歌があったでしょ、あの子やるもんだねっていうの、あとハト派のふりをして、この大分高派の大分閣と会見にしゃがり気になってるっていうことになるんですね。そして自民党議員にとって総理大臣になるためにはですね、どうしても自民党の総裁にならなきゃいけないんですよ。で自民党の基礎で、自民党から総理大臣に推薦させるためには総裁を必ず総理大臣候補にするという約束規則があるからです。したがって総理大臣になりたい人は衆議院に議員で自民党の総裁にならなきゃいけないわけですね。で岸田さんは総裁になる、総理大臣になるときに前に自民党の総裁選挙を立候補したわけでしょ。2回落選したけども、今度は3回目は安倍さんの推薦があるから高市が出るけれども、これは党を落とすためだと言って、そして総裁になったわけだ。でその総裁になる時の記者会見が2021年9月17日に行われたわけですね。でその時にこういうことを言いました。自民党が掲げる自衛隊を憲法の中に明記する根拠などは現代的な意味で重要な課題だ。で総裁の任期中もここで自分は当選するということを言っちゃうわけ。総裁の任期中、自民党の総裁は1期3年で3期までできるわけで、9年間できるわけですね。自民党の総裁の任期中に必ず自民党の改憲4項目を実現すると、実現できなくても目処はつけるということを記者会見に語ってるわけです。で自民党の改憲の4
項目というのは3ページの、あの3ページのところに書いてあります。で、4つありまして、まず憲法9条は1項2項はそのままにしているけれども、自衛隊を2つの憲法の中に軍隊として位置づける。それから戦争が始まると国民を戦争に総動員するために緊急事態が必要だ。で、緊急事態というのは急いで対処しなきゃいけない事態だ。で、戦争などのですね、重大な事件が起きたらすぐ国民の基本的人権制限して戦争体制に移るような、そういう条項を憲法の中に入れる、緊急事態条項を入れる。それから戦争をやるときには軍国教育をやらなきゃいけない。そうすると憲法26条を改めて国民に高等教育を受ける機会を保障するという名目で、そのために教育に介入できるようにする、国定教科書を作るようなことができるようにするという、そういう26条を改正する、そういうことが4項目として考えられているわけです。で、もう一つはこの自民党がいつでも選挙に勝てるように、戦国を生きるときには必ず一票の価値の平等なんてどうでもいいと、ね、地理的状況や歴史的状況のもとで一票の価値なんてどうでもいいから自民党の有利な選挙区を作れるようにしようと、それから大地震が起きたら衆議院議員と参議院議員の任期を延長できるようにしようと。で、日本ではですね、日本列島を見ると大地震が起きたって全国で選挙ができない状況なんて、そんなこと起こるはずがないんですよ。東日本大震災でもそうだったでしょ、阪神大震災でもそうでしょ。日本列島を見てですね、全ての選挙区で選挙ができない状況なんて生まれるはずがないんですよ。だけど生まれるって嘘を言って、この大地震が来たり戦争が始まったら衆議院議員と参議院議員の任期を延長できるようにしようと、そういう4項目を実現しようとしているという、これが自民党の改憲4項目であるわけですね。これを絶対に俺は総理大臣の間に実現するということを彼は言ったわけですね。そしてこの岸田さんはですね、着々と自民党の中にですね、改憲のための体制作りをしています。これが4ページを見ていただきますと、まず2021年11月19日にですね、自由民主党の総務会、総務会というのは自民党の政策を決定する部会ですけれども、でここで通らないと国会に法律を、内閣が法案を提出することもできないわけなんですけれども、総務会でですね、岸田内閣総理大臣の指示で憲法改正推進本部を憲法改正実現本部に改めちゃうわけです。だから今自民党の改憲する組織は憲法改正実現本部になっちゃったわけですね。で、会長は古谷健二さんという政調会長代行です。そして岸田さんはですね、2021年11月19日の内閣記者会のインタビューに答えて、改憲4項目は必要だけれど、もし野党が協力して改憲4項目の一つでも賛成してくれたら、そこからやりますよと言ってですね、もう野党を巻き込んで改憲するということを方針も掲げた。それによって日本維新の会や国民民主党が乗っかり始めている。だから憲法審査会の皆さん、審議見て分かるわけですよ。自民党と公明党にいつも日本維新の会と国民民主党が賛成するということをやっているということになっちゃう。ね、それから2021年12月21日にはですね、名前を変えた自民党の憲法改正推進本部が全国各地で遊説や対話集会を行う憲法改正国民運動委員会の設置を決めて、そしてそこで岸田内閣総理大臣は異例の出席を行ってですね、こんなことを言うわけです。国会での議論と国民の理解が車の両輪だ。党の総力を挙げて結果を出すようにお願いする。だから自民党の総力を挙げて改憲策をやるよということを、ここでこの自民党に発表をかけてるわけですね。で、この発表がついたかどうか分かりませんけども、2021年今年の2月1日にですね、
改正推進本部は全国各地で改憲運動をやるタクスフォースというのは特殊任務部隊、人殺し部隊みたいなものですけども、特殊部隊を設置して全国を11グループに分けて、ちょうど衆議院のですね、比例代表と同じなんですね。全国を11グループに分けて、そこで5月の大型連休までに対話集会を都道府県で最低1回やるっていう、こういう運動方針を考えて、これが3月23日の自民党の党大会でですね、これ決定されるという、こういうふうになるわけですね。そして、私たちがですね、岸田内閣のこういう動きを見て、一つ考えなきゃいけないのは、日本国憲法を読むとですね、内閣に総理大臣や国務大臣には、憲法改正運動をやってはいけないという決まりになってるんですよ。だから憲法の中にちゃんと示してるから、ちょっとこれを覚えてるんで、これから総理大臣が、いや、国務大臣がですね、憲法改正を、のことを言ったら、お前らそれは憲法違反だからやめようということを言う根拠をちょっと見ていきます。これ日本国憲法の2枚目の資料2の日本国憲法の96条をちょっと見ていきます。資料の2番目のですね、日本国憲法の96条を見ていただきますと、こういう規定がある。一番下の囲ったということですね。こういうふうに書いてある。この憲法の改正は、各議員、衆議院と参議院ですね、総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、憲法改正をするかどうかを発議するのは国会の仕事です。そして国民に提案して、その承認を得なければならない。その承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票ですから、衆議院議員と一緒に抱き合わせて憲法改正の国民投票をやろう。参議院議員のですね、選挙と一緒に憲法改正の国民投票をやろうということもできるし、憲法改正の国民投票だけを単独でやってもいい。で、今衆議院選挙と抱き合わせにやってるのは最高裁判所の国民審査があるでしょ。ああいうようなこともやれるっていうことになる。で、そういうことをやって、国民の過半数、2分の1プラス1、有効投票のですね、賛成があれば憲法を改正するという。これ読むと、内閣総理大臣、国務大臣、あるいは内閣が改憲案を国会に提出するとか、内閣が改憲を発議するとか何かすると変えてないわけですよ。で、日本国憲法に基づけば、憲法改正権があるのは国会議員と、それから国民だけなんです。内閣はないわけです。だから内閣のメンバーは、一切改憲活動をやっちゃいけない。そして憲法99条で、天皇、または摂政、摂政というのは天皇の身代わりですね、大臣ですね。および国務大臣ということは、すべての総理大臣、他の大臣、国会議員、衆議院議員、参議院議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務をと書いてある。そうすると、内閣総理大臣が改憲活動をやる、国務大臣が改憲活動をやると、憲法尊重擁護義務に違反するわけです。だからできない。だから内閣の仕事が書いてある73条を見ても、憲法改正活動、運動ができるなんて一言も書いてない。日本国憲法どこを見てもですね、内閣総理大臣、国務大臣が改憲活動をやってみる必要はないわけだから、だから憲法やっちゃいけないと言ってる、ね、だから総理大臣はですね、で、国会でもですね、総理大臣にあなたは改憲やるんですかって聞く人がいるんだけど、そうじゃなくてやっちゃいけないということを言わなきゃいけない。これが日本国憲法の立場。そうすると、岸田内閣総理大臣がですね、総理大臣として憲法を改正するなんてということ一応は許されないというのが日本国憲法の立場です。ね。だからこれから私たちはですね、国務大臣や総理大臣が改憲、いろんな機会を作って改憲、改憲というかもわからないけど、その時には、ダメだ、おかしい、おかしいということを言って、
て反対する必要がある。これが私たちの、ね、立場にある、ね。そして岸田内閣総理大臣は会見すると同時に戦争をやるためにはどうしても軍事費を増やさなきゃいけない。それから軍隊の権限を強化しなきゃいけないわけですから。そこで岸田内閣総理大臣はこの国家の予算を使って軍拡を準備しています。これが5ページの2のところですね。こういうふうにして会見を煽りながら、5ページの2のところ、岸田内閣総理大臣は軍拡、軍備拡大に着手した。で、これもですね、ものすごい悪意な方法で軍事費を増やそうとしている。で、まずですね、この昨年の衆議院選挙において、自民党は選挙公約で現在の軍事費を現在の軍事費を2倍にするという公約を衆議院選挙の公約に掲げます。それがですね、皆さんのお手元の資料の資料9に載っております。この資料の9のところを見ていただきますと、これが読売新聞が載せたんですね。読売新聞は戦争新聞だから、開けると毎日戦争戦争と言ってるんだけどね。で、国民に戦争を理解させるためにものすごく詳細なデータをこの提供してる。これは読売新聞がね、頭がいいなと思ってるわけですね。これ戦争新聞だから毎朝戦争を配ってるんだけどね。で、国民を戦争に巻き込むためにはデータを国民に分かりやすく知らせなきゃいけないって。だから大体産経新聞と読売新聞が一番こういうデータは詳しいわけ。尺だけど読まなきゃいけない。書いたくない人は図書館で読まなきゃいけない。で、この昨年の衆議院選挙でこの自民党の公約の中にこういう規定があるわけです。政策バンク用紙っていう一番下のところを見ていただきますね。6のところ、毅然とした日本外交の展開と国防力の強化で日本を守るというところに安全保障というのがあるわけですね。じゃあそこでこういうこと書いてあるんです。北大西洋条約機構、NATO 諸国の国防予算の対国内総生産 GDP 目標 2% 以上も念頭に防衛関係費の増額を目指すと。そして敵がミサイルを日本にめがけて撃とうとしてたら、日本が先制攻撃をして先にミサイルを敵の基地に撃ち込む。これが敵基地攻撃能力っていう。こういうものをですね、実現するってことを公約に掲げたわけですね。そして選挙で勝ったり261議席獲得したから、絶対多数だ。国会の委員会の委員長のすべての議席と委員会の過半数の議席を持って、衆議院では自民党を単独であらゆる法律、あらゆる予算を通すことができる体制を作ったというのが、この今度の衆議院選挙の結果であるわけです。そこで岸田内閣はどういうことをやったのかというと、5ページの2の A のところを見ていただきます。こういう手法を取ります。まず岸田内閣はですね、大軍拡のために2021年度の補正予算案に軍事費を7738億円、これ過去最高です。補正予算の中にわざわざ軍事費をですね、入れるわけですよ。で、補正予算というのは本予算でどうしても実現できないことをやるというのが補正予算なんですよね。なのに軍事費を入れちゃった。ね、で、これが2021年12月20日に成立します。そうすると次に2022年今年の4月1日から実施する2021年度の予算にまた軍事費をですね、5兆4500億円、これも過去最高で計上して、これが3月21日に成立しました。そうすると防衛省はですね、これからこういうことやるって言って、補正予算と本予算で両方を使って軍事費を増やす。で、これをですね、
防衛力強化加速パッケージ、防衛力強化加速パッケージと位置づけて16ヶ月予算を作ったんです。補正予算4ヶ月で、本予算12ヶ月で16ヶ月予算を作った。で、合計6兆1774億円 1.1%、 これ 2% にするというと倍になる。そうすると日本の軍事費は10兆円になる。10兆円で、6ページを見ていただきますと、日本のですね、国内総生産、どのぐらい GDP を持っているかというと、これ目安が必要です。一番新しい2019年、アメリカは世界の国内総生産の 24.5%、中国は 16.4%、日本は 5.8% で第3位なんだけども、この世界第3位の国内総生産の 2% を軍事費にするって言ってますから、そうすると5兆824億ドルだから、で今1ドルだいたい100円ちょっとだからね、すると500兆円ですよ。日本の GDP は500兆円の 2% だから10兆円だ。そうすると日本の軍事費はどういうふうになるかというと、7ページを見ていただきますと、世界の軍事費の一覧表があります。世界の軍事費の一覧表、これもまた覚えておくと大変これからのですね、日本の防衛予算の批判になると思うんですけども、世界でですね最も軍事費が大きな国はアメリカで、世界の軍事費の 40% を2020年に言っている。世界の軍事費の 40% アメリカが握っている。で、中国は次に多くて世界の軍事費の 10% で、日本はですね7番目の496億ドルですから、この 2.7% になるんですね。で、これ今7位なんですけれども、これが倍額すると中国について世界第3位の軍事大国。2% になると10兆円でしょ。すると中国について2番目に3番目の軍事大国になっちゃう。こういうことを今やろうとしているわけですね。で、アメリカと日本の軍事費を合わせると世界の軍事費の 50% を握ってるわけです。すると世界の軍事費の 50% を握ってたら、どこの国も怖くて戦争を仕掛けられないんですよね。したがってアメリカのやる戦争はみんな攻撃だから侵略戦争になるという、まあ、こういうようなことが言えるという。で、この防衛力強化加速パッケージによって日本の軍事費を今の倍額10兆円にして大軍拡をやるということになるわけですね。そしてこの16ヶ月予算を組むこと自身が実は憲法違反なんです。日本国憲法では16ヶ月予算なんて作れないよという規定があるんです。つまり予算制度の岸田内閣はですね、壊そうとしてるんですね。どこにその規定があるかというと、また日本国憲法2のですね、財政のところを見ていただきますと、第86条、日本国憲法の第86条を見ていただきますと、ちょっとこれ囲ってなかったんですけれども、第7条財政の87条のところを見ていただきますと、86条を見ていただきますと、こういうふうに書いてあります。内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を得なければならない。毎会計年度っていうのは、日本では、4月1日から3月31日までが会計年度ですね。そうすると内閣は12ヶ月の予算しか作れないんです。で、憲法は補正予算なんて規定ないから、本当は補正予算も作っちゃいけないんですよ。じゃあなんで補正予算作ってるかというと、
これは財政法という法律で、予算でどうしても賄いきれない突発事件が起きたときだけ補正予算を作りなさいと言っている。だから憲法は補正予算なんて認めてない。なのに補正予算を使って文革をやるという。だから予算制度、日本の予算制度ね、日本の予算制度は憲法9条があるから予算の中に軍事費を入れてはいけない。そして国会できちんと決めたことしかないと、お金使えないということだから、財政民主主義と財政平和主義を国家未然に打ち砕こうという、そういう方法で文革をやろうとしている。だからもう岸田内閣は鼻から日本国憲法の原則なんて守る気ないんですよ、これこっちは。むしろ日本国憲法の条文を壊して壊して壊して日本の国を戦争できる国にするという、そういう政治をやってるというのが岸田内閣の特色だということだ、ね。これがまず軍拡、軍事費の軍拡という大事。そして軍拡にはもう一つ、軍の権限を強くするという軍拡もある。それは8ページのところに行くと、岸田内閣はもう一つの軍拡をやるという。それが敵基地攻撃能力という問題だ。3番目。8ページの3ところ、岸田内閣総理大臣はもう一つの軍拡、だから軍拡という場合には、軍事費を拡張すると同時に、軍の権限を拡張するという2つの意味があるわけですね。で、新聞は軍拡、軍拡というと、軍事費増やすことを言ってるけど、そうじゃなくて、軍の権限を増やすことも、我々きちっと監視しなきゃいけないわけです。それが岸田内閣総理大臣はですね、もう一つの軍拡。軍の権限を強化するために敵基地攻撃能力の保有を実現するということを言っているわけですね。で、A のところを見ていただきますと、岸田氏がそういうことを最初に言ったのは、もともと敵基地攻撃能力をやろうというのは安倍さんが辞める前に言ってたんですけれども、これを岸田さんが受け継いでですね、こういうことを言います。岸田内閣総理大臣は2021年11月27日の陸上自衛隊浅場駐屯地で行われた自衛隊の観閲式、敵基地攻撃能力を保有を含めてあらゆる選択肢を排除せず検討し、必要な防衛力を強化している。軍人、自衛隊員という軍人の前でですね、お前ら敵基地攻撃能力をやるから、お前ら戦争に行けってことを言ってるわけなんですね。で、それが国会の所信表明演説の中に入れられたんです。すると、敵基地攻撃能力というのはどういうものかというと、敵基地攻撃の普通の考え方は、相手の国の基地を攻撃するという意味なんですけど、で、そういうことが本質じゃなくて、こういうことです。敵基地攻撃能力の本質というのはこういうことですね。で、相手の基地を攻撃する能力のことですけれども、撃たれてから撃ち返したって意味がないわけでしょ。撃たれたら撃ち返して意味がないわけだ。だから敵基地攻撃の本当の意味は、相手が自分の国を襲ってくるということが分かったら、先に先制攻撃をして相手の子を叩き潰さなきゃ意味がないわけだから。したがって敵基地攻撃能力っていうのは、敵の基地を叩き潰すという意味じゃない。それは相手が撃ってくる前に撃ち果たすわけだから、先制攻撃をする。ちょうど日本が1941年12月8日、真珠湾を奇襲攻撃した、ああいうことをやることが敵基地攻撃能力。そして敵基地攻撃能力で相手を先制攻撃して、攻撃したら、そこの国が立ち直れないほど完璧に破壊すると。これが今、岸田内閣。安倍さんたちが言ってるこの敵基地攻撃の本質なんですね。したがって先制攻撃をやって、その後その国の重要な施設を、ちょうど今プーチンがやってると同じことをやるっていう、これが自民党の岸田内閣の考えてる敵基地攻撃能力ですね。そして敵基地攻撃能力は、襲われたら撃ち返すという自衛権とは別の権利だから、これは侵略権なんです。敵基地攻撃能力。侵略権なんですよ。で、侵略権は、
これは国連憲章で明確に規定されてるんですね。これは9ページを見ていただきますと、敵基地攻撃能力は、これは先制攻撃ですけれども、で先制攻撃は、これは侵略することと同じことだから、国連憲章できちんと禁止されてるんです。こういうふうに書いてあります。9ページのとおりですね。国際連合憲章第20条は、こういうふうに書いてあります。すべて加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって、国際の平和及び安定並びに正義を危うくしないよう解決しなければならない。そうすると、プーチンでやってる侵略戦争も、プーチンも国連に加盟してるわけですから、ロシアも。国連憲章違反になる。だって、だから世界中で反戦運動を起きているということですね。そして、第4項で次のです。すべての加盟国は、その国際関係において武力による威嚇、または武力の行使、これを憲法9条を受け入れているわけですね。国連憲章から取っているんですね。武力による威嚇、軍隊と兵隊を使って相手の国を脅すこと、ちょうどプーチンがやっている核脅迫と同じ、これですね。お前、俺の国に言うことを聞かないと、お前の国を滅ぼすぞということです。それ脅迫を行う。それから武力の行使というのはですね、相手の国に兵隊を送り込んだり、武器を撃ち込むこと、ちょうど北朝鮮にやっているミサイルを撃ち込む、今、北朝鮮、ロシアのプーチンにですね、協力して、バン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 撃ち込んでるんですよ、ね。あれが武力の行使なんです。ただ、北朝鮮はですね、今のところ、他の国の領土にちょっとでも当たったら、他の国から総攻撃食らうから、だから、ミサイルは撃つけれども、他の国の領土には当たらないように言ってるんですね。で当たったらもう、不幸叩きになる。だからそういう個性でやってるんだけども、あれが武力の行使。で、国際連合憲章は、武力による武力の行使を、いかなる国の領土保全、または政治的独立に対する者も、武力を行使して、その国の領土を破壊してはいけない。その国の政治体制を破壊してはいけないと言っている。また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。で、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法というのはどういうものかというと、傭兵を使って相手の国を制圧すること、今、プーチンもやろうとしているわけですね。だから、傭兵を使って自分の国の兵隊じゃなくて、お金で雇った兵隊で相手の国をやっつけようとすることもやっちゃいけない。それから、相手の国に反乱軍を組織する。ちょうどウクライナにですね、ロシアの人を使って人民共和国を作っちゃった、ああいうことをやっちゃいけないって言ってる、ね、反乱軍や反乱団体を作ってクーデターを起こさせるようなこともやっちゃいけない。だから武力を行使することには相手の国を破壊しちゃいけないし、相手の国の政治体制も破壊してはいけない、主権を守らなきゃいけない、こういうことを言ってるわけです。したがって、プーチンのやってることは、プーチン大統領政権のやってることは、どう考えても国連憲章違反だからということで、侵略戦争だってことを言ってるってことになる、ね。そして日本も、だからプーチンと同じようなことをやろうと、やるための権利を獲得しようとして、敵基地攻撃能力をですね、なんとしても、これはゲットするよってことを言ってるってことになるわけですね。で、じゃあ、なんで岸田内閣総理大臣、岸田内閣は、できた以来、改憲と大軍拡にのめり込んでるんだろう、なんでかなって。で、皆さん、漫才師の中で、なんでかな、なんでかなっていう漫才師を知ってたでしょ。で、あれはね、我々憲法を勉強する者にとって、最も大切なことなんですよ。分からないことがあったら、なんでもなんでかな、なんでかって、ああやって踊りながらですね、なんでかな、なんでかってやりながら、解明するっていうのは大切ですからね。だから、分からないことがあったら、なんでかな、なんでかなって、ちょっとやっと。そうすると、なんで岸田さんはこんなにね、旗張るふりをして、改憲と大軍拡にのめり込んでるんだろうっていうことを考えなきゃ。そうすると、日本はですね、日本は、日米安保条約がある。そして日本ではですね、この日米安保条約から日本の外交
政策が決められるし、それから日米安保条約によって内閣が自分たちの政策を決定してるんですね。でその元は何だというと、この資料の3ページのところを見ていただきますと、日本のですね、国の政治をコントロールする条約、日米安保条約があるんですね。で、これ、資料3の条約は1960年6月23日に発行しましたから、1960年日米安保条約と言ってるんですけども、これは安倍さんの母方のおじいさん、岸信介がですね、日本の憲法を壊すために、このアメリカと一緒になって安保条約を結んだわけですけれども、で、この日米安保条約のですね、第5条をちょっと見ていただく。こういうふうに書いてあります。第5条はですね、各締約国は日本国の姿勢のもとにある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って、共通の危険に対処するように行動することを宣言する。で、ここにですね、自国の憲法上の規定と書いてあるでしょ。すると、憲法9条があるから、軍事活動できないというふうに読めるけれど、で、この時に安保条約を通そうとした岸信介氏は、アメリカへ行って、いや、大丈夫です。安保条約が成立したら憲法9条を改憲で潰しますから、だからこの憲法っていうのは9条のない憲法のことで運用しますから心配しないでくださいってアメリカに言ったわけです。だけど岸信介は自分が倒れちゃったわ。で、国民の怒りで倒された政府は岸信介が初めて、ね、で、安倍さんは病気で、病気かどうかは別だけど、孫はですね、また同じように国民の怒りでコロナ対策が悪いから倒れちゃったわけだ。で、おじいさんと孫は2人とも国民の怒りで倒されるなんて言って、この象徴的なですね、出来事を作り出した安保条約なんですけども、で、これ第5条を言うと、どういうこと書いてあるかというと、日本の国が襲われ、どっかの国から襲われた、この時はソ連があったからソ連を想定してたんです。まだ中国は60年の時はまだ世界をね、騒がせる国ほど力がないからあれだって言うの。ソ連がもし、というようにですね、どっかの国が日本を襲ったら、アメリカは関係ないんだけども、自分の国が襲われたと思って、自分の国が危ないと思って一緒に軍事行動しますよということですね。それから、日本国の姿勢のもとにある領域における、いずれか一方のアメリカは日本に米軍基地を持ってるわけです。で、米軍基地は、これはアメリカの領土みたいなものです。日本が入れないんだよ、米軍基地は。そうですね。それとアメリカの領土ですよ。するとアメリカの領土だから日本は関係ないんだけども、アメリカの米軍基地が襲われたり、アメリカの米軍基地から飛び立った飛行機や戦闘機が襲われたら、日本も自分の国の領土が襲われた、自分の国の戦闘機や軍艦が襲われたと思って一緒に軍事行動しましょうと。で、どこまで戦争をやりに行くかというのは、第6条のことです。第6条。日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国はその陸軍、空軍及び海軍が日本国によって施設及び区域を使用することを許される。日本の金でアメリカはどこにでも日本に軍事基地を設けることができますよと。で、その日本にある軍事基地でどこまで戦争するかというと、極東だと書いてあるんですね。で、極東とはどこだ。で、日米安保条約を国会で審議したときに、当時は社会党がまだ力が強かったわけで、社会党の議員が政府に必要について、政府は答えなきゃいけなくなって、答えたのがこの資料の4のこの図なんです、資料4のですね、日本、世界のアジア太平洋の地域の図があるんですけれども。これ、私が作って、誰も褒めてくれないから自分で褒めてるんですよ。有森裕君、私を褒めてあげたいって言ったら、同じように褒めてるんですけど、極東地のこの書きましたように、政府の答弁によると、千島列島のうちの南千島は日本領土だと言ってる。南千島と日本列島と台湾
朝鮮半島の半分、台湾民国、台湾フィリピン、ここで戦争するんだ、これが直行だと言ってるんですね。で、日本とアメリカの、日本の領土が襲われ、アメリカの領土、アメリカの軍事基地も襲われたら、極東で戦争する。で、極東っていうのはですね、これ日本の植民地とアメリカの植民地なんです。千島列島と朝鮮半島は日本の植民地だったでしょ。台湾も日本の植民地でしょ。フィリピンはアメリカの植民地なんです。で、ここで戦争する。で、なんでここかというと、まだ日本の自衛隊は1954年に出て、安保条約から6年しか経ってない。6年しか経ってないとですね、海外で戦争する能力まだあんまりないから。じゃあ、ここら辺だったら、まあ、自衛隊も戦えるだろうということで、この極東というのを決めた。そしてそれから21世紀になったときに、アメリカは、もう自衛隊は世界で戦争する能力を持ったから、安保条約を変えようということで、資料の5を見ていただきたい。資料の5にですね、21世紀になって、安保条約を実質的に変更する新世紀の日米同盟というですね、そういう文書を発行します。これ安保条約を改定すると国民が怒るから、こっそりと改定しようということでですね、安保条約を改定してしまう。で、新世紀の日米同盟の一番肝心なところは、2006年6月30日の朝日新聞の朝刊、新聞ではこの朝日新聞が全て載せたから、皆さんにお読みいただいてるんですけど、防線、2段目の防線を引っ張ったところ、21世紀の日米安保条約はどこで戦争するかというと、こういうふうに書いてある。21世紀の地球的規模での協力のための新しい日米同盟を宣言した。地球的規模なんです。極東から地球的規模だから。この地球上どこでも、アメリカが自分の利益のために世界中で戦争したら、どこでも自衛隊は、日本はアメリカと一緒に戦争やりに行かなきゃいけない。もはや自分の国が襲われたらという、そういう考え方はこれっぽっちもないわけです。日本の防衛と全然関係なく、アメリカが世界三陸で世界中で戦争したら、どこでも日本は戦争に行くという、そういう安保条約に変わったわけです。だから21世紀の安保条約は、地球的規模での日米同盟だと言ってる。で、日米同盟というのは、日米核軍事、経済同盟ですから、アメリカは核兵器で戦争やるという国ですからね。それと今、日本とアメリカの軍事関係は、地球的規模での協力、スター・ウォーズですよ。映画見たでしょ、皆さん。で、ウォルト・ディズニーの映画はね、21世紀になってからね、特色は、女性がみんな主役になったこと。あの、スター・ウォーズも、21世紀のスター・ウォーズはみんな女性が主役でしょ、知ってる？もうみんなね、ウォルト・ディズニーもね、21世紀の冒険映画はみんな女性を主役にし始めたって、それは特徴だけど、スター・ウォーズをやると言ってる。で、今、戦争をやるときにはですね、みんな、戦争をやる相手の国の軍事基地がどこにあるか、なんで調べてる？人工衛星で。みんな取ってるから。だから北朝鮮の核基地なんてどこにあるかみんなアメリカ知ってるわけですよ。ただ襲わないだけ。だけど。ね。まあそういうふうにして、21世紀の日米安保条約は、地球上どこでも戦争する安保条約になってしまう。いうことです。で、したがって日本にとっては、日本の防衛とかなんかに無関係なんですよ。だからアメリカの戦争をやるというところは、どこでもやりに行くということですから、アメリカが中国と戦争するぞと言えば、はい、分かりましたということになるわけです、ね。で、その代わりに軍事費を増やしましょう。軍権を増やしましょう。で、アメリカは米中戦争やっていってるわけでしょ。日本は米中戦争、安保条約で行かなきゃいけない。そうすると、中国がミサイルで日本を撃とうとしたら、敵基地攻撃能力で早く撃ってしまおうと。そういう体制を作りたいというのが、今、岸田内閣の。この戦争政策だってことになる。ね。だから岸田内閣総理大臣が、岸田自民党総裁がっていうことでいいんですけどね。
回転と大軍拡にのめり込んでいるのは何だというと、21世紀の日米安保条約、地球的規模の日米同盟から出てくるアメリカの戦争にみんな協力するために回転と大軍拡にのめり込んでいるということになるね。で、バイデン大統領はどうやってですね、この米中戦争をやろうとしているかということを見ますと、もう一回9ページに戻っていただいて、でバイデン大統領政権は昨年の1月20日に発足するわけですけれども、トランプ大統領に勝ってですね、でそしたら発足したらすぐですね、もう米中戦争の準備を始めるわけです。こういうことを言うわけですね。このアメリカインド太平洋軍のフィリップ・デイビッドソンという司令官は2021年3月9日にですね、アメリカ上院の軍事委員会での公聴会で証言して、こういうことです。今後6年間のうちに中国は台湾に軍事攻撃を仕掛ける恐れがある、こういうことを証言するわけです。でこの証言をのろしにしてバイデン大統領はですね、何やったかというと、まず10ページの B のところですけれども、アメリカ、オーストラリア、インド、日本の4カ国協力をクワッと組むね。で、自由で開かれた中国を締め出す、自由で開かれたインド太平洋を形成するという名目で中国包囲網を作る。でこれは経済的包囲網で、次に C のところです。昨年の9月15日にはバイデン大統領はですね、アメリカとイギリスとオーストラリアで新たな中国包囲軍事網を作るオーカスを創設します。そして日本に対しては昨年の4月16日、菅義偉内閣総理大臣はですね、自民党内の地盤が派閥の親分じゃないか、自民党内の派閥の親分の派閥の親分じゃないから政治基盤がないから、バイデン大統領の助けを借りるために一番真っ先にバイデン大統領のところに行ったわけですよ。で、世界中でですね、新しく総理大臣や大統領が就任すると真っ先にアメリカに駆けつける国は日本だけなんです。ということは、アメリカの日米安保条約って日本の属国だから、日本の総理大臣はアメリカの大統領からお前はいいやつだと言ってもらわないと政権は続けられないんです。国民からどんなに人気があってもお前はアホじゃと言われたらそれで終わりなんです。だから何としてもですね、日本の総理大臣は就任したら真っ先にアメリカへ行って、アメリカの大統領からあ、いい子いい子って言ってもらいたいわけですね。で、菅さんもそのために拝み倒して、コロナの中のパンデミックの中の拝み倒して4月16日にバイデン大統領と首脳会談をやりました。そこでバイデンからすごいこと言われてきたわけですね。これが10ページのですね、この D です。で、バイデン大統領は日本国に対して4月16日のバイデン大統領菅義偉首脳会談によってこんなことを約束させます。まず米日核同盟を強化し、日本の防衛力を強化し、アメリカによるですね、台湾海峡の平和と安定を築くための戦争に参戦すること。で、アメリカはですね、これまでみんな戦争でち歩いてきたでしょ。ベトナム戦争の時もトンキン湾で北ベトナムに襲われてて嘘を言ったわけでしょ。だからイラク戦争でもフセインが核兵器を持ってるって嘘を言って戦争やったでしょ。そうすると台湾で中国が何もしなくてもアメリカが勝手に台湾海峡で軍艦や潜水艦いっぱい行ってるから、おい、中国から襲われたって言えばそれで終わりなんですよ。だからアメリカの戦争なんていつもでっち上げで始まってるからね、ほとんどが。ほんだ、世界の軍人の 40% を持ってる国で戦争仕掛けに来るなんてありえないんだから。だから北朝鮮
ともうですね、今のところはアメリカは黙ってるからまんま平気でいいんだけれども、アメリカは本当に中国と戦争する気があったらね、中国は何もしなくても台湾海峡でアメリカの軍艦を襲われた、原子力潜水艦を襲われたといえばそれでいいわけだ。でそういうことをやってでも戦争をやるというのがバイデン大統領の政権のあれですね。でそれやらないと中国によってこのアメリカの地位が危なくなると、世界を支配するアメリカの力が弱くなるということを言ってるわけ。だからお前、日米安保条約があるから、日米同盟があるから、早く絶対にお前も台湾、俺が戦争をやったらお前も戦争をやれよ、はいと言ってきた。これが菅さんのですね、約束である。それからもう一つ、米中戦争が行われるときにですね、そうするとアメリカの沖縄の辺野古基地ってものすごく大切なんですよ。あれがなければ米中戦争できませんよ。アメリカの本土から軍艦が、飛行機が飛んだら途中で落ちちゃうかって言ってね、なんでアメリカがアジアで戦争できるかというと、日本に軍基地があっていっぱい武器も、でアメリカの軍艦を侵入できるのは日本だけなんだから、他の国なんてできないんだから。だから日米安保条約というのはアメリカのアジア政策で最も大事だってことでしょ。そうすると本当にアメリカが中国と戦争する気があったら、辺野古に基地を作らないと戦争できないわけ。したがってどんなことがあっても辺野古に基地を作ると。でその時にこういうこと言ってるんですね。米中戦争に不可欠となる沖縄県名護市における米軍基地建設を、普天間飛行場の継続的な使用を回避する唯一の解決策とすることとか。でここを読むとですね、継続的な使用を回避すると書いてあるわけでしょ。そのために普天間を返してやると言ってるわけです。するとこれをもうちょっと皮肉な目で見るとですね、臨時的な使用のためという目的を取ったら普天間返さなくてもよくなるということです。辺野古ができた、さあ返してください、待て、臨時的に普天間基地を使うからと言ったらですね、返ってこないと。したがってちょっとすると普天間に基地を作っても、ごめんなさい、辺野古に基地を作っても普天間は帰らないかもわからないということをここに文章で言ってるわけですね。これがひょっとしたら合意と思う。それから今21世紀の経済で半導体がないとどうしようもないわけですから、で今半導体を一番たくさん持ってるのは台湾、中国、ロシアですからね。すると中国半導体同盟を作って中国の半導体を抑えようと、こういうようなことを約束してきた。でこれがこの菅義偉さんが、さあ俺帰ってきて、これから俺これをやろうとしたときにコロナで負けて、コロナに負けてしまってですね、倒れてしまって、で岸田さんがそれを受け継いだ。だからもう出発点から改憲と大軍国だってことになるね。で12ページを見ていただきまして、日本は国家挙げてですね、これから6年後に行われるかもわからない米中戦争に参戦する準備を始めなきゃいけない。そして米中戦争に参戦するためにはどうしても軍拡をやらなきゃいけない、ね、軍人を増やさなきゃいけない、軍権を増やさなきゃいけない。それからもう一つ、米中戦争にもし参戦するとすると、どうしても憲法を改正して自衛隊を国軍にしなきゃいけない。今自衛隊は国軍でも何でありません、単なる軍事組織なんですね。で、なんで言うかというと、戦争が始まるとですね、捕虜になる時があるわけでしょ。捕虜になる時に自衛隊は日本軍じゃないから、その場で単なる人殺し集団だから、その場で殺されてしまう。それと自衛隊の人が戦争に行ってとっ捕まって捕虜の取り扱いを受けるためには日本軍という証明書が必要。それは日本国憲法の中に自衛隊を入れなきゃいけない。だから何としても自衛隊を憲法の中に入れる改憲をやるということですね。これから緊急事態条項をやるといってます。なんでかというと、国民を戦争に総動員するためには、今日本国憲法では徴兵制もできませんし、国民を戦争に動員することできませんよ、憲法9条があるから。そうすると緊急事態で戦争状態が起きたから
国民は基本的人権を制限するという緊急事態条項があれば、国民をこれは中国戦争に同総動員できるわけですね。これが岸田内閣が改憲と大軍拡にのめり込む根本であるわけです。そして国民が米中戦争に参戦するためには、国民をもっともっと貧しくしなきゃいけない。もう飯が食えないから戦争が希望だ、軍隊の銀シャリが希望だというふうにならなきゃいけないから、今の国民をもっともっと貧しくしなきゃいけない。でそのために岸田内閣は新しい資本主義を生み出したんです。で岸田さんは新しい資本主義はアベノミクスの審判ですよと言ってるんですね。でアベノミクスはどういうものかというと、豊かな人はより豊かに、豊かな企業、大企業はより豊かに、貧しい人はより貧しく、普通の人はだんだん貧乏になるというのがアベノミクスだったんですよ。でこれをもう一回やると言ったらどうなるか。で国民が貧しくなれば貧しくなると軍隊が希望の星になると、そうすると喜んで戦争に参戦するだろうって。それから今岸田内閣は経済安全保障推進法を作ろうとしてる。これは何だというと、日本の経済を軍事経済に変えるための、経済の軍事化をするためにやってる、ね、武器輸出、軍事研究もできるようにする。だから特許もみんな政府がコントロールする。だから大学の大学で軍事研究ができるようにする。そのためのお金を出す。そうやって国民を戦争に巻き込もうとしてる。そうすると今年7月の参議院選挙、もし参議院選挙で改憲派、自民党、公明党、日本維新の会や国民民主党が参議院の総議員の3分の2以上、改憲が可能となる議席を確保したら、岸田内閣は3年間国政選挙をしなくてもいいわね。参議院は3年間選挙できない。だから今度の参議院選挙で岸田内閣、それを支える自民党、日本維新の会、公明党、国民民主党が勝利して改憲に必要な3分の2以上の議席を占めたら、国政選挙をしない黄金の3年間が生まれると、彼はそう思ってる。そして黄金の3年間のうちに改憲も大軍拡も実現して、でアメリカが米中戦争にやると言ったら日本も参戦すると、そういう体制を整えようとしてるわけですね。でなんで今かというと、一つの戦争体制を作るためには5年かかるんです。だから今バイデンも昨年から準備始めたでしょ。それと日本も5年かかるわけです。だから今のうちに準備しておかなきゃいけない。これが岸田内閣が改憲と大軍拡に乗り出す最も根本的な理由であるね。そして14ページを見ていただきますと、日本はですね、今大企業が世界中に子会社を作ってる。すごいですよ。今日本の企業がですね、5387の企業が世界中に子会社32,918作ってる。そうするとこのアメリカと一緒に戦争できる体制を作ることは日本の大企業にとって嬉しいんですよ。世界中に大企業が子会社を持ってるでしょ。そこが襲われたら今は助けに行けないわけ、憲法9条があるから。だけども今度戦争できるようになったら助けに行くことができるようになるから、だから日本の大企業は大喜びなの。そうするとこの岸田内閣の改憲や大軍拡はアメリカが喜ぶと同時に日本の大企業が大喜びだから、だから力を合わせて改憲をやろうとしているということになっている。これが岸田内閣の改憲を大軍拡をやる2つの理由です。日本の資本主義にとっても世界中にある日本の企業を守ってくれる戦争ができるというのはこんなに嬉しいことなんだよ。
それからアメリカにとっても中国と戦争するときに日本は役に立つ、いい国だ、まあ、こういうふうになっちゃうんです、ね、これは今岸田内閣の下で行われている会見と大分格です。したがって今日本は6年後に戦争やるかも分からないから戦争の前夜になったっていう、戦争の前夜が始まってると、やるかやらないかは分からない、やるかも分からないけどやらないかも分からないけれど戦争を準備してるわけですから、今日本は戦争の前夜でやる。でこの観点から自民党の動き、野党の動きを見ると大体よく分かるでしょ。だから彼ら今後何やるかなってことも大体よくことができるということです。でこれに対しては私たちはどういうふうに対抗していくのか、そうするとちょっとですね21ページを見ていただきたいんですけれども、21ページ私たちがこれから岸田内閣の改憲と大分割、あるいはフェイス2戦争に反対するために必要なことはどういうことかというと、21世紀という時代はどういう時代で、私たちは今言っているのは21世紀で、21世紀はどういう時代なんだろうということを考えてですね、この対策を立てないといけないんだろう。そうするとこういうことがあります。21世紀という歴史的時代は世界各国における民衆の反戦平和、基本的人権尊重、民主主義尊重、地球環境保護の思想と運動の高揚により、すべての人間と動植物と地球は、ただ人間だけじゃないよ、すべての人間と動植物と地球は平和のもとで幸福になる権利がある、平和的幸福という権利。なんで動植物と地球が入ってくるかというと、人間は地球と動植物がないと生きられないわけです。そうですね。人間の食べてるものはみんな動植物です。そうすると人間だけ一人で幸福になることはできないわけで、地球が破壊されたら、それでか。地球環境、まあ守れ守れと言ってるっていうか、動植物が滅んじゃったら人間も滅んじゃうわけ。したがって我々21世紀の考え方は、人間、すべての人間と動植物と地球は平和のもとで幸福になる権利がある。これが一番新しい人権思想です、ね。そして、すべての紛争は話し合いで解決、対話で解決する。ということが、これは普遍となる時代、今21世紀です。それから、すべての人間、すべての戦争と自衛戦争、侵略戦争、経済戦争、それからすべての武力による威嚇武力の行使、自衛目的、侵略目的、制裁目的の武力の威嚇武力の行使が違法となる時代です。21世紀は自衛戦争が違法となる時代、そして戦争を仕掛けた国が結局は負けるという時代。21世紀アメリカ、イラク戦争、アフガニスタン戦争、最初勝ったけどみんな負けた。だから21世紀はね、戦争を仕掛けた国が必ず負ける時代だから、だからプーチンも必ず最後は負けますということになるね。4番目、戦力。戦力というのは武力組織と武器ですけども、持たない国を、戦力を持たない国を侵略することはできなくなった時代だ。なんでかというと、戦力を持たない国を侵略したら、国際社会から糾弾を受けて、経済制裁を受けられて崩壊しちゃうわけです。だから21世紀は、戦力を持たない国を侵略することができなくなった時代だ。その標識は、コスタリカは、1983年11月11日に非武装戦、衛星中立国を宣言した。で、コスタリカはアメリカの元にいても平気でしょ。で、21世紀はこういう時代ですから、したがって憲法第9条。で、憲法第9条は、歪んだ心じゃ読むんじゃなくして、清潔な心。で、今、清潔な心というと、乙女の心というと、これ、ジェンダー平等に反するからね。まあ、今のところ、ね、今のところ、清潔な心というと、乙女の心だからね。乙女の心で9条を読むと、一切戦争しない、戦争の道具は持たない、すべての紛争は話し合いで解決を、非武装非戦、対話永久平和主義が9条でしょ。そして日本国憲法はもう一つ。平和的生存権というですね、新しい権利を保障しているわけです。ちょっと
日本国憲法のこの1枚目のですねところに憲法の私の手書きの前文というところにですね、前文というところ字の丸三のところにこういう規定がある。我らは全世界の国民が、いいですか、我らは全世界の国民が等しく恐怖と絶望から免れ平和のうちに生存する権利、これは平和的生存権と憲法案で言ってるけど、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。誰もが平和のもとで恐怖と絶望がないもとで幸福になる権利があると言ってる。それと21世紀は日本国憲法の第9条と平和的生存権が人類の導きの星になる時代、これが人類の希望だということになるんですね。そうすると私たちは憲法9条支持に自信を持って、で世界に広める、むしろ世界中の国に憲法9条を入れてくださいという運動を起こすことが日本のですね役割になるだろうと。そして日本が襲われてでも、日本が襲われたときに自衛隊を使って戦争するという考え方は20世紀の世界です。日本が襲われてもどうやって武力を使わないで侵略者に対抗するかということを考えるのが今21世紀の生きる人間の努力なんです。いいですか皆さん、一番簡単ですよね。あ、自衛隊がいるから日本が襲われたら自衛隊を使って戦争しようなんて、これは20世紀の発想方法であって、21世紀憲法9条と平和的生存権は人類の導きの星になる時代のことでは、侵略者が来てもどうやって武力を使わないで侵略者を排撃するかということを考えなきゃいけないんです。今日本では誰も考えてないから、だからすぐ自衛隊を使って戦争をやるって言うというわけです。でもしね、自衛隊を使って戦争をやって自衛隊が勝ったらどうなるんです。自衛隊は英雄になってもう自衛隊廃止することはできませんよ。廃止されるのは9条です。だから日本が襲われて自衛隊を使って戦争をやるという人は憲法9条を潰すことになる。だから我々は総力を挙げてですね、憲法9条のもとで仮に侵略者が来てもどうやって武力を使わないで侵略者を追っ払う方法があるのかということを考えなきゃいけない。それが私たちの21世紀の時代である。でそのためにはどうしても改憲阻止しなきゃいけない。で改憲阻止するためにはどうしたらいいかというと、22ページを見てください。22ページ書いておきました。まず国会議員たちが本当に戦争に反対し改憲に反対してるんだったらという前提条項ですね。口立てだけじゃなくて本当に心から改憲に反対してたら、国会議員たちが改憲阻止議員連盟を作ってくれなきゃ困るわけです。だから我々は国会議員に対して、あんた本当に改憲に反対するんだったら改憲に反対する議員たちで改憲阻止議員連盟を作れということを要求しなきゃいけない。これ今ないでしょ。逆に自民党が改憲議員連盟すでに作っちゃってるんですよ。改憲派の議員たちは自民党に先を腐れてしまっているわけです。だから改憲に反対する人は国会議員に対して、あんた方国会の中で、なぜかというと改憲を国会議員が発議するんだから、そうですね。するとその改憲に反対する議員が国会の中で改憲阻止議員連盟を作ってくれなきゃいけない。これを我々要求しておかなきゃいけない。それから議会の外では我々は社会の中で何をするかというと、今いろんな団体が改憲に反対する。国会でもね、共同センターとか選任委員会とかいろいろあるわけだって。で、そういういろんな団体のリーダーたちが集まって変なメンツにとらわれるんじゃなくして、改憲阻止国民会議を、今改憲阻止国民会議という組織ないんだから、その中に行動とかあるからいるけど、それないわけだ。国民の中に明確に改憲に反対する集団を作らないと国民投票で改憲阻止できないということになっちゃう。だから国会の中に議員たちが改憲阻止議員連盟を作ってください。
で私たちは社会の外、議会の外で改憲組織国民会議を作りますよ。そして議会の改憲組織議員連盟と社会の改憲組織国民会議で改憲組織、これができない限り負けると僕は思ってるんですけど、だから私たちもね、いろんな改憲なんか今いっぱいあるわけだ、改憲反対運動ね。けれども国民が一つにまとまらなきゃいけない、議員が一つにまとまると同時に国民も一つにまとまらなきゃいけないから、今運動のリーダーたちに改憲組織国民会議を結成するために会議を持ってほしいと、そういうふうに思ってるね。そして国民はね、すごいことこれまでやってきました。20ページをちょっと見てください。20ページを見てください。3段目のところですね。でこれは皆さんもすでにやってらっしゃることです。国民はこれまで日本国憲法が危なくなると、一人であるいは共同で学習会、講演会を開き、集会、デモを行い、裁判を起こし、映画、芝居、音楽、ドキュメント、図書を作り、詩、短歌、俳句、川柳を作り、署名を集め、皆さん言ってましたよね、投書し、声明を出し、グッズを作り、スタンディングを行い、ツイート、ツイッターだな、こんなに多彩な活動をしてきてるわけです、我々ですよね。で、世界中見渡してもですね、自分の国の憲法を守るために、こんなに多彩な運動をやってきた国民は、日本の国民だけです。なんでかというと、ヨーロッパの場合はですね、憲法改正というのはね、日本の憲法の改正のように、日本国憲法9条をするということは、日本国憲法の命を奪うことでしょ。だけどヨーロッパの改憲というのはね、こういうふうに例えば、ヨーロッパの憲法の中にはですね、議員の数が憲法の中に書いてるわけですよ。上院議員何名、下院議員何名、そうすると上院議員1人を増やしても改憲、1人減らしても改憲という、こういう改憲がヨーロッパでは普通の改憲なんです。で、日本の場合にはですね、日本国憲法の命を奪う改憲なんていうのはめったにないわけです。いかに日本国憲法の政府が、政治家が日本国憲法を何がしろにしているかというと証拠であるわけですけどね。で、世界中でこんなにね、素晴らしい運動をやってきた国民は、日本国民が僕は最もこの素晴らしい国民だと思っているものです。だからこれから我々はこういうことをやっていくと。でこういう運動をやりながら国会議員たちに一つにまとまってほしい、国民も一つにまとまる、でこれができたときに多分改憲は阻止できて、新しいですね、日本国憲法の下で日本国憲法を全面改革、今まだつぼみですよ、日本国憲法ね、つぼみです、つぼみでこんなに素晴らしいんだから、満開になったらもっと素晴らしい、桜の満開と同じようにですね、私たちがこのこういう運動と改憲組織議員連盟、改憲組織国民会議ができたら、日本国憲法を満開にできるだろう。そしたら世界に先駆けて最も平和的な国になる、これが私たちの未来だろうと思います。で今この岸田内閣はですね、協力を挙げて改憲に反対運動をやってますから、今私たちがやるべきことはきちっとやって、そして何としても改憲組織して21世紀をですね、私たちの時代にするために、これから皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。